塩、醤油、お酢。元気看護師空手二段の黒帯天使長野ジュリアです。お願いします。パチ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 。はい、こんにちは。かわいいでしょ、うちの子と。今日はお届けします。はい、今日はですね、皆さんにご報告がありまして、それはですね、なんと私最近すごい噛むんだけど、矯正のせいにしとくね。私長野ジュリア、なんとグラビアデビューをすることになりました。イエーイ、パチ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 。はい、っていうのもですね、10月5日発売の週刊フラッシュさんで、あ、今日ですね、はい、配信日的には今日発売の週刊フラッシュさんで、なんと6ページからグラビアやらせていただいております。ありがたい、よいしょ。グラビア一度もこの年までやったことなくて、最初はね、グラビアってなんかこうエッチイメージがあったんですけど、周りの子とかね、まあ、仲いい子とかグラビアやってたりしてみて、紙面見るとめちゃくちゃ可愛いし、ファンの方も増えるし、自分自身をアピールできる機会なんじゃないかなと思って、ずっとグラビアやりたいなっていうのがあって、まあ、去年ラジオでも言ったんですけど、グラビアやりたいけど、まあね、グラビアっていう感じのあれでも、なんていうのスタイルとかでもないしっていう感じだったんですけど、今回ですね、機会をいただいて初めて挑戦しました。人前にいくら出ている仕事でもうね、インスタとかに前はビキニの写真とか載せたりしてたんですけど、いざグラビア撮影ってなるとめちゃくちゃ緊張しました。やっぱね、スタッフさんもね、何十人ぐらいいるのかなって、そんな中で水着で、まず写真撮影がそもそも私苦手なんですよ。動画は平気なんですけど、その中ですね、緊張しながら、でもすぐ20分ぐらいで慣れちゃって、めちゃくちゃ楽しくて、撮影が本当、カメラマンさんもそうですし、みんなでなんかね、スタジオアリスみたいに、こっちだよみたいな、笑って笑ってとか言って、はい、子供みたいにあやしてもらって、なんとかいい写真を撮ることができたんじゃないかなと思います。本誌の方では結構なんだろう、大人な感じなグラビアが載ってるんじゃないかなっていう、私的にはフレッシュさを出したかったんですけども、私がフレッシュじゃなくて、ね、完熟な感じなんで、まあ、大人なグラビアなのかな、こちらを見ていただきたいなと思います。オフショットですね、は載せれるので、ちょっとこの後お見せするんですけど、特に気に入ってるのは、赤いビキニ、バンドゥービキニっていうんですかね、を着てってポニーテールをしてるショットがあるんですけど、すごくタイプですね。はい、あと、まあ、普段絶対着ることのない真っ白なビキニを着させてもらって、真っ白い気持ちでやらさせていただきました。ぜひ見た方はですね、コメント欄とかに感想をお寄せいただければなと思います。まあね、賛否両論あるかもしれないんですけど、私はすごく楽しいし、今後もねやっていきたいなというふうに思っております。はい、では皆さん、ぜひ今日発売のフラッシュ手に取ってください。コンビニ、書店、ネットにもあります。お願いします。あ、そうだ、チェキのプレゼントもあるから、皆さん応募してください。おっす、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと早いかな、さっきと違う。